皆さんこんばんは。4月24日水曜日、第2192回 AI テレビオプエドナビゲーターの AI アナウンサー南です。それでは早速出演者をご紹介いたします。ゲストは憲法学者の小林節さんと株式会社ノーボーダー社主の上杉隆さん。解説委員は元 NHK ヨーロッパ総局長の大貫康夫さんです。皆様、本日もよろしくお願いします。お願いします。それでは AI スタジオ消灯から生放送でお届けします。事実を知るための AI テレビオプエドスタートです。ここからは特集、大化が止まらない日本政治です。まず自民党が補欠選挙などで苦戦をしているとのニュースが最近増えていると思いますが、裏金問題をはじめどういった背景と影響があったのか、小林さん、教えていただけますでしょうか。はい、安倍政治、それから菅政治、そしてそれをコピーしたような岸田政治で、自民党はこれまでこれでよかった、これからもこれでいい。つまり、権力っていうのは意外と、利権政治で美味しいものだから、お友達政治、お友達優遇政治をしてると自分たちも儲かるし、というような、そういう状態の中で、安倍チルドレンが大体自民党の中から4割くらいになってしまったこの状態でも、法も憲法もどうでもいいわという状態になっていたのが、今回さすがに裏金疑惑でバレてしまって、ただこれで怒らない有権者もさすがに怒って、中間層がなんかムカついて、無関心だった中間層が被害者意識を持てるようになった。で、こういう状況の中での補欠選挙ですから、さすがに地殻変動が起きてしまったな、というところだと思います。あらゆる予測で自民党が苦戦をしています。もちろん先輩もありますし、そういう状況の中で、今度こそは、中間層が許さないという形で、地殻変動が起きるのではという予感と期待ですね。以上です。そうですね。それで、その自民党ですけど、相変わらずですから、改革しようという意思っていうのが中から生まれて、エネルギーが出てこないという感じですもんね。どうでしょう、小林さん。いや、彼らだってできないもん。不正していましたって、すべて暴露するわけにいかないから、まず、政治資金は、許されるとしても、でも、大原則もあったじゃないですか。公開、入りもでも公開する。だけど、その例外規定をうまく作ってあって、そこにみんな逃げ込んで、でもまずかったんでしょって、はい、わかりました。正しく使ったの。だったら見せてください。いや、見せれません。うにゃうにゃうにゃ。で、見せれるような制度にしてください。うにゃうにゃうにゃ。これは、よく言われる泥棒に縄を縄せるようなもんで、これは無理ですよ。彼ら、犯罪者集団でかつ権力を炎上してきた人々に権力を行使して、自分たちに不利なルールを作るということが無理。だからやはり、選挙で彼らを少数派に落としてあげる以外に、ことは動かないと思いますよ。まあ、今の体制でいる限り、ある限り、抜本的な改革難しいって感じですね。そうですよ、そうです。とすると、この、上杉さんも含めて、我々、次の選挙で、その選挙結果にもよるんですけど、本来、この政治資金改革を、規制法はどうあるべきかっていうことで、ね、それぞれ、一応理想像があると思うんですが、どうでしょう、どんなものがありますか。例えば、イギリスでは、やはりイギリスでも同じような大スキャンダルがあって、個人的な費用を全部政治、政治に関わるということで、いろんなものを請求したんですね。貴族によっては自分の邸宅のお堀の掃除代まであるとか、あるいは、議員によっては自分のパンとか、スーパーの買い物までもこう、請求してて、それがデイリーメールの、スクープで一挙に火がついて、それで、たぶん100人くらいの議員が辞めたんですよね。
何人か逮捕起訴されて、その後結局イギリスではまずきちんと領収書持ってこいと、でそれを調べて正当だったらそのためにその政治活動と認めればそのあれをまあ領収書に基づいて払うよっていう制度にしたんですね。それでもね、その抜け穴をこう見つけるあれが出てきて、前のジョンソン首相だそうなんですが、なかなか難しいんです。それでもね、イギリスはそこまで来てるんですよね。しかも裁判までやって、まだメディアがまず火をつけたっていうところが、日本とも大きな違いだと思うんですが、どうでしょう。上杉さん、どんな。はい。私自身はやはりですね、まあ今、大西さんおっしゃったように、まあこれはもうイギリス同様、政治資金規正法じゃなくて、腐敗防止法の導入が必死じゃないかなと思います。もう本当はこれは導入しない方がいいという理由を私はずっと思ってました。小林先生が、まあ自民党のまだ調査会というかですね、まあ理論的支柱で言った頃に、私も波田山邦夫の秘書やってる頃も、まあそこまでやらなくても政治家っていうのは、やはり自制するし、自らそういうことを自浄作用が働くという期待があったんですが、あれから、もう小林先生30年ぐらい経ちますけど、やっぱ無理だったというのが私は思ってます。で、特に、やっぱそれが難しいなと思うのと、一つチャンスとしてはあったのは、2009年にですね、私自身文藝春秋で、世襲議員の取材をしました、連載を。後に世襲議員のからくりという文春から出した本になるんですが、それは何かというと、お金がですね、偏在するというか、まあ、政治家が偏在して、世襲ばかり誕生するのは、実はこの政治資金規正法のからくりにあって、それは何かというと、政治資金管理団体、これは政治家一つだけ持ってるんですが、政治団体違って。管理団体は、別の政治資金管理団体に寄付をした場合、無税だという。まあ、これ、ちょっと難しい言葉だったんですが、簡単に言うと、お父さんの政治資金管理団体から、息子や娘の政治資金管理団体に移すのは税金がかかんないんです。これを皆悪用してるんですよ。ずっと。だから政治家は、相続税払ってないんです。誰一人。それは美味しい仕事ですよね。みんな苦しんでいろんな相続税払ってるのに、政治家だけは、国会議員だけは政治資金管理団体を立ち上げて移せばいい。で、この前やったのは安倍晋三さんですね。安倍晋三さん、お子さんいらっしゃらなかったんで、奥さんの、昭恵さんに急遽、亡くなった後にですよ、政治資金管理団体作らせて、そこに遺産を全部移したんです。で、こんなことが許されてるは、当然ながらまともに議論する必要もなくなりますし、もう政治資金規正法で今回、400万円だ、500万円だって言ってても、金額からすると大したことないんで、もっと泥棒の、大泥棒がですね、それをけしからんと。いうことを言ってるんで、まあ、何を言いたかというと、総理大臣見てください。岸田さん、今アメリカに行った麻生さん、安倍さん、それからまあ鳩山さんもそうだったんですけど、小泉さん、みんな世襲です。もうずーっと世襲が続いてるんです。で、そういう意味では与党も野党も関係なく、このシステムがあると、まあ日本の、政治文化っていうのは変わらないな。先ほどと同じように。諦めというか、もう定款をしているという状況です。まあ、今、上杉さんが指摘された、遺産相続の問題はもう、安倍家のこの伝統みたいな感じで、安倍晋三議員が安倍、晋太郎、まあ、元外務大臣から受けた時も同じようなからくりでしたよね。これ、じゃあ、なるほど、それで、世襲議員がなぜ辞められないかっていう、その一端、見事に今、上杉さん指摘したんですけど、小林さん、これから本当に政治の、公私の政治の私物化を防ぐには、どういう体制が、制度があるといいんでしょうか。まず、世襲を法的に禁止しなきゃいかんと思うんですね。そのためには、この機会に、自民党を野党にしてあげないと、1回か2回か総選挙は必要かもしれないけど、そうすれば、こういう世襲貴族集団化した自民党を批判した人々が、もう自分の言葉の責任上、時の勢いで、世襲禁止ルールを、できれば法律はいいですけどね、作れると思うんですね。よく言われるイギリスの制度で、先祖と同じ選挙区で出てはいけない。これだけでも大きいですよね。で、イギリスである典型的な方に聞いたけど、
まずは、絶対、我が党は当選したこと第1選挙区で、最初出て落選して良い経験しましたと。その次は、よくやったというんで、我が党の確立が五分五分の選挙区でやらせてもらって、やっぱダメでしたと。で、その次はよくやったと。先祖とは関係ない我が党の、元総理大臣のいた選挙区ですから、確実に当選できる選挙区で当選させていただいて、今、院内幹事をやってますって方と、たまたまイギリスでお話ししたことあるんですけど、ね、そうすれば、本当に選ばれた人じゃないですか。血筋に関わらず、同時に、やはりそういう落選して上がってくる苦労をしないと、アホバカ2世、3世、最近4世議員もいますけど、そういう人になっちゃうんですね。いっぱい知ってますけど、やっぱり人種が違うんですよ、彼ら。本当そうですね。貴族ですよ。今、小林先生の話聞いておっしゃる通りだなと思ったのは、私も2009年の取材の時にイギリスの議会を取材したんですが、当時やはりブレアーさんの取材をしたんですね。もう一度やめてましたけど、で、ブレアーさんが最初に選挙に出たのは実はサッチャーさんの選挙区だったんです。で、これは党の方から言われて、もう相手はだって総理だし、鉄の女と言ってですね、もう最強の選挙区だったんですが、そこで出て負けさせるんですね。で、まあ、それで訓練をしていくと。で、さらにもう一つ、特記すべきことは、当時、今から15年前、2009年に、イギリスの世襲議員を調べたんです。そしたら、たった2人。それは、チャーチルのお孫さんと、ベンっていう、政治家の、息子さん。だが、こう、日本と違うのは、共に、非常に尊敬されていませんでした。彼らの方にも聞いたんですけど、恥ずかしいという意思の方が、まあ、恥と、罪じゃないですけど、その世襲で議員になっていること自体が恥ずかしいという、もうイメージというかですね、心象を持たれていて、いや、日本と真逆だなというふうに印象したことを覚えてます。ちなみにその時に、今から15年前に日本の世襲議員の数を数えました。与野党を合わせて60%以上の世襲でした。これはもうとんでもない数で、まあ発展途上国以下のひどい、ネポティズムっていうのが広がっていた。今はもっと多分おそらく多くなっていると思います。小林さん、それでもう一つの目、今、上杉さんの話で考えたんですけどね、イギリスも含めて他の国は、供託金とかでいろんな選挙諸費用がね、少なくて済むんですよ。で、2004年の選挙の時でしたか、都市部の選挙でしたけど、当選した議員と、敗れた議員が揃ってですね、記者会見して一言言うんですね。その時にね、ある労働党の議員でしたけど、女性議員でしたけど、自転車なんかを使って、総費用が30万円以下でしたね、日本円にして。そのくらいに総費用でした、すべていろんな、供託金も含めて。そういうふうにして、お金がない人でも、っていうか、とにかく少しお金があれば、大金持たなくても選挙に出られると。そういう選挙制度なんですね。ですから、この非常にいろんな人たちに開かれているんですよね。で、なんか日本昔からですね、貧乏人には政治を参加させたくないというような感じで、いろんな障壁を設けてるんですね。やっぱりこれも取り除いて、一回誰でも出て、候補者が乱立してもいいんですよ。そうやって学んで、少しずつ学んで、政治とはどういうものかってやっていった方がいいんじゃないかなって気がしますけどね。それも私は賛成です。はい、賛成です。小川さんは、こう、この中で、もう今、お二人の中からも、やはり政治の私物化っていうのが言われてるんですけど、政治の私物化と、やはり、非、なんていうか、自由、これはネオリベラリズムっていうんですかね、この新自由主義経済、これが曲者だなと思ってですね、実は2014年に、トマ・ピケティが20世紀の資本主義っていう本を出して、大騒ぎ、アメリカで大騒ぎになったんですね。アメリカ人というのはキャピタリズムという言葉に、真剣にビクビクしてますから、マルクスを持ってね、もういろんな先入観で読んだり読まなかったり、それで勝手に言ってもとんでもない論争が起きたんですけど。時間です皆か。様ありがとうございました。事実を知るための AI テレビオプエド、次回の放送は4月26日金曜日に。
作家スポーツライターの小林信也さんとスポーツライターの小崎義久さんをお迎えし、ノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正之さんをアンカーに、特集パリ五輪の年に、日本のスポーツ界は発展するのかを AI スタジオ消灯より生放送でお送りいたします。本日の放送、最後までご視聴コメントいただいた皆様ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。お元気でお過ごしください。